はい。気になる男第90話ですね。気になる男第90話。久保さん、こんにちは。さあ、今回は幸せはどこに行ったという問いかけを最後にしていただいて、89話終わったんじゃないかなとは思うんですけれども、それを受けての第90話ですね。それを受けての第90話。第89話の中ではやはり、 現実、在宅ですね在宅で稼ぐことによる役割ですね役割のところの話ここ数はずっと話しているんじゃないかなと思うんですけどこれも何度も何度も自分の心に刻みつけるためにもこう自分が話題を出しているところもあるんですけども お金のじゃなくて家族か家族の中でお金を稼ぐ人それ以外の人っていうお金を稼ぐというところだけで言うとこの区分けができると稼ぎてそしてそれ以外の人ですねまあ支えてという言い方を,をすれば良いのかあそこはまあ置いとき家族ですね まあ、一人で生きて、一人の、ね、生活してる分であれば、あまり意識しないのかもしれないんですけど、まあ、自分は家族と一緒に生活してるんで、まあ、この話しかできないとか、これしかわからないっていうことなんで、この話になってしまうんですけど、再、ま、三、あ、ずっとこの話をしているとは思うんですけど、お金を稼ぐ。その行動以外は全部消費行動なんだと。お金を稼ぐ。 稼いでいない時休憩している時リラックスしている時あるでしょうそれ以外ですねそれ以外でも家事をすること特に家事をすることですねまあ別にしすぎたらいけないっていうわけではないと思うんですけどあまりに家事に時間を取られることによってお金を稼ぐ行動がどん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 減っていく稼いでいない稼ぐ行動をしていない時にはお金はい ビタ一文とも発生しないんだとというところですよねだからこそお金を稼ぐ役割を担っている人はあ稼ぎ稼ぐ行動をし続けなければいけないと稼ぎ手は稼ぐ全責任を担っているんだっていう意識、まあ、この意識いないと自分の稼ぎが失敗した時にはあ家族の滅亡になるっていうことも理解しておかなければいけないし そのシナリオに向かって確実に向かっている確実に向かっていると稼ぎが失敗するというのは家族の滅亡のシナリオに向かっていることになるんだとただそれは家族側からしたらそういうところはあまり関係なくて家族としてはねお金を持って稼いでくれなければそれは家にいる意味がないんで存在価値がないんでね早く どっかに、ね、雇われてお金をもらってこいというわけですよね。果たして雇ってくれるところがあるのかっていう問題はあるんでしょうけど、まあ、そういうところはさておき誰かに雇ってもらえればお金が絶対発生するっていうところで考えるならば、まあ、こういう形になるかなと、まあ、存在価値生きている価値がないと家に行ってパソコンねやってるのに何やってんだと。 それは理解されないいいことだと思いますし、理解してもらおうといくら言葉を尽くしても、そこは分かり合えないところだと思いますので、そこを受け入れて生きていくと、そこを受け入れて生きていく。稼ぐ行動は、自分しか代わりがいないんだと、稼ぐということができるのは自分しかいないんだと。家族の時間が大事だと。 いううここととを言われるるもあるでしょうどうして家事を手伝ってくれないんだと言われることもあるでしょうとしかししかし稼ぐ行動をするのは自分しかいないんだともちろんそれをねもう完全にこう遮断するっていうところではないとは思うんですけどただ意識の上ではこの稼ぐ人稼ぐ役割の人は自分しかいないんだっていうところをしっかり 心の底に落としていかないとお時間が取れなくなる稼ぐ時間が取れなくなる当然家族にじゃあ代わりに半分やってと言ったところでも押し付けることもできないし押し付けるわけでもいかないまあ現実的に押し付けられないっていうところやってというわけでもいかないですからねもちろんこんな人生ではなく会社員として 給料をもらい続けるる人生ももあるとは思うんですねもしかしたらそっちの方が幸せかもしれないですね。特に何も問題が起きなければこの会社員として月火水木金働いて、まあ、土日ゆっくり休みがある幸せかもしれないですね。ただひとたび見方を変えると誰かに雇わ,な雇われなければ稼げない人生になるわけで。 別にそれがそれでいいと割り切れれば別にいいんですけどそれが嫌だというところにもし気づいてしまったならばもう二択なんですよねもうこれが嫌だということに気づいたらもうその人生にその雇われ人生ですね雇われた人生に一生甘んじる行動をし続けるのかそれとも 経済的自立ですね経済的自立、えー、自分でお金を稼いでいくっていうところに向かって、えー、もちろんそれは簡単ではないとは思いますけれどもその茨の道ですね茨の道、えー、泥水を飲む覚悟があるのかというところにもなってくるのかなとそれも結局人生、えー、人それぞれ、えー、だと思うんですので生き方の単純に違い になるんですよね。生き方の違いどう思うかだけなので,でその中で、えー、死ぬこと以外はかすり,かすり傷だとそうやって笑い飛ばせるぐらいにね笑い飛ばせるぐらいに豪快で強い、まあ、精神性を備えていればいいと思いますしその強い精神性を備えて 備えていないんであればその精神を鍛えていくとどんどん鍛えていくまあ鍛えると言っても鍛えるためにも自分のまず考え方を変えていく自分のこう今までそこまで意識していなかったことをまず取り入れてそして考えてそして新しい考え方が入ったらそれをもっとより強固にしていくより強くしていくより忘れないように何度も 刻み込んでいくっていうことをやっていくと徐々に人間的にも大きくなっていくと思いますしね人間的成長につながるんじゃないかなと思うんですねそしてやはり限られた時間で結果を出さないといけないと限られた時間で結果を出さないといけない人生は24時間しかないんでですねそんなに時間持ってないし誰しも持ってないとは思うんですねその中で 寝る時間を,を削り、えー、食う暇も削りと、もちろんね、これをやれない事情の人もいっぱいあると思うんですね。えー、お昼間、例えばお昼間は、えーお、車をね、運転してると、車を運転してるんで、もしね、睡眠時間を削ってしまえばあ、大事故、重大事故を起こしてしまうっていうんであれば、それはできないでしょうし、食事もね、食べないと全然体が動かないと、えー、結構、 エネルギーを使うお仕事をしてるっていうんでば、まあま体をねいろいろ動かして使う仕事をしてるんであれば、まあ、食べないと動けないっていう方もいるでしょういるでしょうからそのご飯を削ることも難しいでしょうしなかなかこれは人それぞれね、えー、押しつけることもできないしそのこの考え方をねそうやればやれよっていうことは言えないと思うんですけどただ一つその自分の人生を まかなぐり捨てるというかまそういうま自分がちょっとちょっと嫌だなというかねちょっとなんかそういうのしたくないなと思ってもやっぱりそれはやらなければいけないいいことはあるんじゃないかなと思ったらもういたします。これれは会会社社員員でであればももちろんね会社員上でも当然支持 指揮系統に従わなければいけないしその指示命令に背けばすぐにその組織からは放り出されることになるんで,で結局はその一緒なのかなとは思うんですけどね組織に入って甘んじてその組織の規則命令環境に従っていくのかそれとも自分の道を選んで 自ら自分を律してそして強い気持ちで結果にフォーカスしてやっていく、えー、っていうところ、まあ、どちらがその人の性に合っているのかっていうのは分からないんですけれどもねじゃあそこで、えー、幸せとは何なんだろうと幸せは何なのかっていうところで、えー、久保さんから少し問いお題お題がありましたんでね、えー、どう自分は考えるのかな で考えてたんですけど、まあ一つこの人生の意義が合うのは幸せなんじゃないかなと思ったんですね。もちろんその会社員の方は会社員としてミッションがあってなんか。 こうやるべきだ、まあ、例えば自分が会社員の時は IT エンジニアでプロジェクトマネージャーとかして,してた時は本当にプロジェクトをねどうやったらこううまく生かせることができるのかとか全体的にプロジェクトが遅れてる時にここをうまくやればこうなるんじゃないかっていってこうノートにいろいろ書いたり、まあ、システム的なところで言うとまこのなんだろう このデータとこのデータをうまく掛け合わせればもしかしたらもっとうまくいくかもしれないとかこの人員とこの人員をうまくこうバーター契約でうまくこう入れ替えればうまくいくかもしれないみたいな、まあ、そういう当然会社に会社のプロジェクトとして仕事としてのミッションっていうのがあるかと思うんですけどそれ以上にそれも会社が用意された用意したプロジェクトを用意したミッションだと思いますんでうんまあそれにそれをやるっていうのも本当に すごくやりがいもあるし素晴らしいことだと思うんですけどそれを今度自ら自分で見つけて人様の問題に対して少し切り込んでいってそしてその中で問題解決に携わることができるとまた違ったことを感じれるんじゃないかなとは思ったりもするんですけどそしてこの意義人生の意義ですねもうそれがやることに 自分がやることによって、まあ、意味があることが幸せなんじゃないかなと思いましてえ、例えばそれがもう別にいいと、そんなことしなくたってもう別にいいんだと、なんかいろいろもう全部手に入ってしまってるんだと、まあ、そういった時に一体何をよりどころに生きていけばいいのかというか、ああ頑張ればいいのかとか、まあ、別に頑張らなくていいんで頑張る理由がそもそもないっていう。だこの頑張らなくていいっていうのは要はそのまま普通に その日も次の日もその次の日もまあ普通に生きていけば良くなるわけで、まあ、それはその目標設定とかがないというビジョンがないっていう方になってしまうっていうことになってしまうんですけどそれって本当に、えー、怠惰な人生というか、まあ、退屈な人生というか、まあ、それはある意味楽だろうけど虚なしさしか残らないんじゃないかというかまあ暇暇っていう感じですね暇暇。暇 <laughs> もう何のために生きてるんだっていうねだから例えばそのロボットとかで人間と同じように考える思考があって行動ができたとしても燃料が無限にあると。であればもうもはやずっと生き続けることができるんで何かの目標目的目標を持たなければ俺は何のために このロボットとして生きているのかっていうところに悩み苦しみっていうところにもなるんじゃないかとこれはロボットのなんかロボットの話なんですけど全然 <laughs> 関係ないかもしれないですけど人間としてはやはり人生として自分が今40なんで残り20年間ぐらいはまだ寿命は残ってるんじゃないかと。 わかんないですけど、ね、だまあ60でもし終わるとするならばまあ残り20年ぐらいはあるなというところでまあその60歳でもし終わるとしたらならばその目の前の今幸せやることがあるのは幸せなんじゃないかとそれに向かってえなんかやることができるっていうのはあ幸せなんじゃないかなとただいたずらに年を取ってえ60を迎えるんじゃなくてまあ残り20年しかないのかもしれないなと漠然と。 を考えて、えー、その中でじゃあやれることって何かなみたいなことをこう見つけてやっていくっていうのは一つのいいことなんじゃないかなと思いますしね、まあ、たとえいくらそう思ったとしてもね家族はね、えー、お金を持って、えー、来ることしか考えてないし、えー、家族はお金を消費することしか考えてないんでね、まあ、今もちょうど今家族はハロウィンパーティーに出かけているわけで <laughs> サンシャイン池袋に、ね、出かけていったんですけどね、まあ、楽しんでいることでしょうけども たと、まあ、えね、えー、そうだとしても、やっぱりね、まあ、自分もちょっとは少しは出かけようかなと思いますんでね、えー、この気になる男シリーズがあー全部取り終えて、ある程度片付いたら、ちょっと1時間か2時間ほどね、池袋に少しだけ顔出そうかなとは思うんですけどね、えー、本当に、えー、何があ自分にとって幸せなのかっていうところをやっぱり考えるんですけど、それはやっぱり理解されない、理解されないけど、分かってほしい。 いいと思う気持ちを少し抑えて、えー、その中で、えー、自分の心に、えー、そっとしまっておくそのしまっておくところに幸せがあるんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。はいということでこの「気になる男第9次」はですねタイトルもタイトルとしてこの稼ぎの失敗が家族の滅亡に、えー、進むシナリオがあるからこそその滅亡のシナリオを を守るというかね、その滅亡にならぬように頑張ると、もうそれが一つの、その滅亡にならなかったことが、自分のやりがいというか、幸せにつながるんじゃなかろうかと考えたりもいたしますね。はい、ということで、えー、気になる男第90話、ここら辺で終わりにしようと思います。はい、では、久保さん、第91話ですね、次は第91話、もう、よ、 ととうとう100話の方に、まあ、自分もやっていて100話に到達するっていうのはあまり考えてなかったんですけどただ久保さんの方が、まあ、100話はきっと行くでしょう簡単に行くでしょうって言ってたんであまあそんなもんなのかなと思って続けていたんですけどいよいよ残り10回となりましたんでね何かこうまた一つの節目がやってくるような気がいたしますねはいということで、えー「気になる男第9時」はこちらで終わりますありがとうございました ここまでは覆面 YouTuber たかがお送りいたしました。ありがとうございます。失礼します。それでは。